どこが自分のなんかふるさとに似ているかななんてことをちょっと思ったりしながら、笠原の町までの道のりを楽しんでいただけたらいいかなと思います。ここはもう使われていない小学校なんですけれども、上の時計を見ていただきますと、今11時44分ぐらいでしょうか。時計だけはこういうふうにコチコチとずっと動き続けております。もう止まってしまった小学校なんですけれども、こういうふうに何か動いているもの、止まっているけれど動いているものというのがこの後、巡っていく笠原のさまざまな場所でも、皆さん発見していくことができるんじゃないかなというふうに思っております。今日の運転士はこちら笠原に、お住まいの方です。ちょっとお名前自己紹介よろしいですか。はい、竹下です。竹下さんです、よろしくお願いします。ここなんかうなぎがいっぱい売ったつ。あ、うなぎが、はい、この浄瑠璃ですね、最初ここで始まったのが、まず最初にですね、ひょうたんとかとっくり、ああいう日用品がありますよね。ああいう日用品をこういうふうに人形に見立てて動かしているところからどん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 始まっていったそうです。はい、皆さんこんにちは。これはもう手で回します。で、動くことによって目を閉じたり口を開いたり、そういう風になってます。浅井座人形の中でも一番美人の人形です。太閤記10段目の初菊の役ですね。この子は足は動かせない。足動かすですよ。これを引くわけですね。で、これで感じるわけですか。こういう、もう、はい、そうですね。で、あとは、こう、ピラスの、1人じゃ無理ですよね。一体に何人で、3人で。こちらもですね、茶畑は大光園さんという銘柄のお茶畑で、これから皆さんに棚田で外でお茶会をする予定なんですけれども、そちらで飲んでいただくお茶になります。お寺を始めたお坊さんが中国からお茶を持って帰ってきて、そこの庄屋さんに茶菜、お茶の栽培を教えたというのが始まりで、それからお茶の歴史が始まりました。あの辺りのお茶の風景というのが多分何百年か前のお茶の風景に近いと思いますね。向こうもあの水害で流れた山が崩れた後ですけど、まだああいう方があと10年か20年経ったら多分自然の姿に戻っていってくれると思うんですけど、今水が向こうを流れていってるんですけど、向こうはもともと田んぼとお茶畑だったんですよ。だからそれがもう川になってしまって、だから本当はこの辺を川が通ってたんですけど、はい、それが農地が流れて向こうに川が移動しちゃって、まあけどここはもうそのままになるのかなと思って。あ、なるほどね。はい、でここももうこの道路と同じぐらいの高さまで山が崩れて、土砂と木が堆積をして、まあ片付けはなんとかできたかな。
鉱山に住んでいる女性と4人のここ笠原に住んでいる人、八女に住んでいる人の声を聞く作品です。ここを今から歩いていくんですけれども、歩いていくところから作品が始まります。よそは硬い、うん、草がない、ないし、うん、土も硬い、うん、こっちのは堆肥とか色は茶色、茶色、薄い、薄い茶色、うん、このダンボール、あ、ダンボールみたいな、うん、うん、おうちの、うちのは土は柔らかい、堆肥とかいろいろ茶畑に入れるし、うん、草も硬い。じゃあやっぱまあ綺麗ですね。歩道がちゃんとあるし、歩道が、まあ、井戸島も歩道あったりもするんですけど、なんか大きな道路と大きな歩道があるから、歩いてる人とかもやっぱり多いし、人が多いから全然違うし、道路も綺麗だし。で田んぼに立っていた米です。昨日一昨まですごい。もうあの初め、私たちも今日初めて食べました。向こうに見えるあの茶色い建物が旧笠原小学校の体育館となっております。これはこの笠原で使われなくなったもの、日用品を集めて、またこの笠原小学校に残っていた使われなくなったものたち、それらを集めてあの空間に展示しているといったような作品になっております。ありがとうございました。どうでした？気をつけて。